皆さん、こんにちは。こんにちは。明日ルンルンの平本と木内です。今回も瞳の部屋第6弾ということで、はい、女性ホルモンに関する知識や情報をお届けしていきたいと思います。はい、はい、ということで気になる今回のテーマは、はい、生理前のイライラや肌荒れを和らげる食べ物についてです。お、生理前になるとイライラしてきたり、肌荒れが気になってくる女性多いのではないのでしょうか。今回はそんなお悩みに答えるためにですね、生理前のイライラや肌荒れに効果的な栄養素、そして食べ物をご紹介していきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。ということで、それでは早速質問に入っていきましょう。根本的な疑問なのですが、はい、まずなぜ生理前になるとイライラしてしまったりとか、あとお肌の調子が悪くなってしまうのか、女性ホルモンの観点から教えてください。はいはい、まずあと生理前にイライラが起きる理由は、はい、女性ホルモンのバランスの乱れっていうのもあるんですけど、一つセロトニンが減少するっていうのが、まあ、原因として考えられます。はい、で生理セロトニンって別名ハッピーホルモンとか、幸せホルモンとか言われていて、こうなんか精神を安定させたりとか、まあ、リラックスさせるっていうような、まあ、力を持っているんですね。なんだけど生理前になるとそのセロトニンが減少してしまうので、まあ、気持ちがこう不安定になってしまってイライラになったりとか、まあ、人によってはちょっとこう塞ぎ込んでしまったりっていうのが繋がってしまうっていうのが一つ原因ですね。なるほど。肌荒れの原因は、プロゲステロンという黄体ホルモン、はいはい、学びましたね。ご存知ですね。はいはい、が生理前になるとプロゲステロンが、まあ、増えてくるんですね。でプロゲステロンっていうのは体内に、まあ、水分を貯めたりとか、まあ、栄養素を貯めたり、まあ、妊娠準備をするホルモンなので体内に蓄えていくような働きをしていくんですね。はい、で同時に皮脂の分泌もちょっと活発にするようなところがあって、なので、まあ、生理前になるとこうちょっとお肌の皮脂分泌が活発になってニキビができやすくなったりっていうのが挙げられます。なるほど。結構生理前に自分の体の中でどういうことが起きてるのかって、理解する機会っていうのがあんまりないと思うんですけど、まあ、生理前には、まあ、女性ホルモンはもちろんのと、セロトニンの減少であったりとか、あとはプロゲステロンが増加してしまうことによって、普段とは、体の動きがまた変わってくるということなんですね。ちなみになんか、顎周りに結構生理前ってニキビできやすかったりとかしますね。しないですか？すごいします。わかります。ちょっと調べたら、顎周りって結構皮脂腺が多いらしくて、なのでこうニキビもできやすいらしい。まあ、一つ知っておいてもらうと、ちょっと口の周りとか顎周りにニキビがこうできてるなっていう人は、ちょっと女性ホルモンのバランスとかを気にしてもらえるかなと思います。すごく私もためになりますね。はい、はい、それではここから皆さんが一番気になっている質問に入っていきたいと思うのですが、生理前のイライラや肌荒れ対策として、肌荒れとかにいい栄養素っていうものにはどんなものがあるのでしょうか。はい、まあ、肌荒れに対してだと一つビタミン B 群がいいです。なるほど。はい、はい、でビタミン B っていろいろなこう代謝を助けるようなビタミンで、まあ、特にさっきの ニキビの話とかだとビタミン B6 を取ってもらえるとすごくいいと思います。はい、であとイライラに対しては、はい、さっきのセロトニンの減少っていうところで私の携帯ですね。あ、ちょっと。なるほど。じゃあ、キューツさんどうぞ。イライラにいい栄養素が、まあ、先ほどセロトニンの減少が、まあ、イライラにつながるっていうところで、まあ、セロトニンの原料となる栄養素がトリプトファンという栄養素になります。はい、でこれは本当に体内で作れない栄養素なので、まあ、しっかり食事から取ってもらうと、まあ、イライラの減少というところにもつながってくるかなと思います。はい、あとはもうイライラにも肌荒れにもどっちにも通じるのはやっぱり鉄分ですね。なるほど。鉄分は大切、一番大切ってことですね。やっぱり鉄分が赤血球の、ね、
栄養を運ぶ元になるので、いくら栄養をとってもやっぱり血流だったりとか、そういう運搬ですよね、体内に運んでもらう栄養が不足していると、脳だったりとか、体に栄養が届かないので、鉄分はしっかりとってもらうというところが大事ですね。なるほど。生理前のお悩みに、初めて知りました、ビタミン B、トリプトファン、鉄分ですね、この3つ皆さんも覚えておいてください。結構今生理前に必要な栄養素という部分では理解できたんですけど、実際に自分たちの身の回りの食材であったりとか、食品の中で生理前にとっておくといいよっていうもの何かあったりしますか？はい、あります。あるんですね、知りたいです。用意しましたありますね、目の前に。なるほど、はい、それでは木内さんに説明していただきましょう。まずは、おすすめのナッツですね。おお、ナッツ、結構生理前ナッツいいって話よく聞きます ね。雑誌とかでも見たりします。そうだよね、そうナッツ、アーモンド、これアーモンド特にいいと思うんですけど、ビタミン B も豊富だし、あと抗酸化作用があるビタミン B とかですね、肌にもいいですし、あと食物繊維だったりとか、良質な油が取れるっていうところで、間食にしてもらうにはすごくナッツはいいかなと思います。じゃあおやつとかで食べるのってことですかね。そうだね、あとは明日ルンルンでも今すごくもう注目の食材、甘酒、ね、甘酒、美味しい、美味しいよね、はい、甘酒もビタミン B 群がすごく豊富で、アミノ酸もたっぷり取れるので、もうほんとお肌にはいいですね。ほんとに美の天敵と言われるほど栄養素をたっぷりと含んでるので、なので、肌荒れっていうところでもいいし、生理前のイライラっていうところでも、最近なんか甘酒はいいって言われているので、これも本当に一杯飲むだけで満足感があるので、ナッツと同じように完食代わりにしてもらってもいいかなと思います。わかりました、あとは、豆乳、これも、ここ豆乳なんですけど、大豆製品ですね、でこれは本当にさっきお話ししてたイライラにトリプトファンとかも取れますし、あとは女性ホルモンに似た作用があるといわれるイソフラボン、イソフラボン、これは有名、有名ですね、なので豆乳はそういった意味でも生理前飲むのはすごくいいと思います。あと最後がバナナ、バナナバナナ好きですか？匂いは苦手なんですけど大好きです。大好きですか、バナナもすごくビタミン B6 が豊富だったり、トリプトファンも取れるので、先ほどの肌でイライラっていうところでは結構バナナは万能だと思います。なるほど、わかりました。キュウキさんありがとうございます。今紹介してもらった食材を、一つ一つ取るのもいいと思うのですが、この食材をまとめて取ることができたら効率よく肌荒れだったりとか、イライラも解消していくことができるのではないかななんて思ったりしますね。なんか特に話を聞いてて思ったのが、この大豆という部分で豆乳と、あとバナナ、この2つはなんか肌荒れにもイライラにも効きそうなので、何か2つを合わせてできるレシピとかがあったら試してみたいですね、そうだよね、ということで、あるんですか？今回のこの食材の中から、この豆乳とバナナを使ったソイバナナスムージーをちょっとレシピをご紹介したいと思います。なのでこのレシピの動画はまたちょっと別の動画でご紹介できたらと思うので、皆さんぜひそちらを見ていただけたらと思います。わかりました、ということで今回の瞳の部屋はこれで終わりになります。生理前のイライラや肌荒れに悩まれている女性はぜひですね、この動画で紹介した食べ物であったりとか、あと説明してもらったこの栄養素を意識的に取ってみてください、皆さん今回はご視聴ありがとうございました。